さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはミックス犬のヘニムくんです。ただいまの時刻、深夜の3時になっております。ヘニムくんのおトイレタイムを、あーちっこしたーん、ちっこしたん、かしこい、かしこい、おトイレのタイムを設けておりました。ヘニムくんなんですが、ケージの中に入れるとなんかいろんなものがやっぱり興味があって、全然寝てくれません。ウジュもベビーというか最初の頃そうだったんですけど、子犬って1日に20時間ぐらい睡眠時間を確保してあげないといけないですけど、その人が通ったりとか、まあ、うちの場合は、まあ、ピョリちゃんとかマノちゃんも同じ空間にいるので、がちょっと動いたりすると、遊んでほしい、何かあるのかなって興味が示しちゃって起きちゃうことがあるんですね。ヘニムくんもウジュと一緒で好奇心旺盛なところがあるので、最初からクレートトレーニングで、クレートで夜は寝てもらうことにしております。ただまだ3ヶ月という月齢なので、おしっこを我慢できる時間っていうのがだいたい月齢プラス1時間って言われているので、まあ最大4時間かなっていう感じになっております。なので今深夜の3時におしっこをさせたんですけど、そうすると、まあ、次朝の6時とかまで私も寝られるのでという感じで、ちょっと夜中に1回起きておトイレさせて、またクレートに入れてっていうのを今行っております。で今私がねここにいるので寝ないので、もうクレートには布をかけて視界から入るものすべてを遮ってあげると爆睡できるかなと思っております。ということで、もう眠いので私も寝たいと思います。ではでは、ヘニムくんゆっくりおやすみなさい。おやすみ。6時半になりました。3時におしっこをさせてから朝までおもらしもなく、あーちっこした、あ賢いね、賢い賢い、こうやっておしっこができました。くちくーい。やっぱね、おしっこは失敗例よりも成功例をやってあげた方がいいので、ちょっと当分は寝不足にはなるんですけど、このスタイルを貫いてやっていこうと思います。ということでですね、本日は我が家のパピーのトイレトレーニングについてのお話でした。本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おまけです。ヘニムくんなんですが、ずっと我が家に来てから最初から、トイレトレーニングだけじゃなくて、クレートもトレーニングまではいかないんですけど、クレートって安心に寝れる場所なんだよっていうのを最初の1週間みっちり叩き込んだんですよ。叩き込んだっていうよりも
眠くなったらクレートに入れて、とにかくクレートで熟睡をさせるっていうのを繰り返していたら、今クレートの扉開いてるんですけど、これ以上ちょっと近づくと起きて出てきちゃうかなと思うんですが、もうね、自らクレートの中に眠くなったら入って寝ている状態になっております。まだね、あそこがハウスだっていう認識はないので、これから条件付けであそこがハウスなんだよっていうのを教えて、ハウストレーニングをしていきたいかなと思います。やっぱね、スポンジの子犬ちゃんのうちにしっかりとしつけはした方がいいかなと思います。以上、おまけの動画でした。へにむかしこいねー。